TSMC の県内進出をきっかけに深まる熊本と台湾の交流をさらに促進させようという構想があります。この日、熊本市の中心部を歩く一行、台湾訪問団です。台湾でレストランなどを運営するグループ会社の会長らで、熊本市の中心部に台湾の本場の食や文化を楽しめる台湾タウンを開業したいと考えています。この台湾タウン構想は、台湾から熊本に移住した人たちに本場の料理を味わってほしい、それだけでなく熊本の人たちにも台湾の本場の料理や文化を体験してもらえる施設を作りたいと、台湾や熊本の経済団体や関係者が集まる会合で話が出て動き出しました。这个地点啊，就比较适合再开一些餐厅啊，相关的，在商业区，然后临近那个地铁嘛。比较起来的话，这两个是这个。希望は千坪ほどのテナント、三箇所を回り、施設の設備や賃貸料、交通の便などを確認しました。孫会長は、TSMC の進出で世界から注目されている熊本で。美食など台湾のさまざまなことを紹介したいと期待に胸を膨らませ、順調に進めば今年の前半にも開業したいとしています。街の人は、時間があまり取れないので、できてたらもう行ってみたいですね。台湾がちょっと親日ってことは知ってるんで、ちょっとまあそういう経緯になった関係の場所とかがあったらいいなとは思うんですね。熊本市の大西和文市長は、今台湾からもうすでにたくさんの方熊本にお住まいになっていますので、私たちこの熊本の人間もですね、本場の本格的なその台湾の、ものに、触れられればいいなということで、ぜひこの熊本にですね、立地をしていただけたらありがたいなというふうに思っています。台湾訪問団が内見に訪れた中心部の空きテナント、コロナ禍を経た現状について関係者は、去年と比較すると、当社の管理ビルにおいては、約 5% ほど空室入居率は上昇しております。はい、コロナ前に比較してもですね、2% ほどの上昇という現状になっています。理想によると、今需要が高いのは20坪以下を目安としたテナント。大型店舗の従業員などがコロナ禍となり、勤めていた店など働く先を失った人たちが、コロナ禍が明けた今独立して開業するケースなども見られるそうです。熊本市の調査では、中心部の空き店舗数は2022年の582件をピークに減少していますが、コロナ禍前の251件と比べると多く、去年を見ても474件と高止まりの状態が続いています。早ければ今年前半にも出店の動きが出そうな台湾タウン構想が街にもたらす活力に期待は高まっていて、熊本市も台湾企業のニーズを捉え、サポートをしていきたいとしています。